了解、お前も障害機種にならないか。お兄さん、爆誕に対する視聴者の反応集。鷲津騎手、障害挑戦へ。初陣は土曜5レースの平場オープン、玉も若武者に騎乗。障害練習は先週から開始。いわく、平地が中心になると思いますが、技術的にも上を目指すために学べることも多いと思います。先週から障害馬の調教に乗るようになったばかりだが、基礎は学んでいたので、障害を、飛び出したら体が動いていた、と対応。やっぱり学校で教わったのを体が覚えてるうちにトライした方がいいのかもね。障害は減量効くし、平場オープンあるのいいよね。2勝利突破してるからある程度実力の担保された馬に乗った上で経験積める。今はもう障害にしか残ってないけど、いい精度だよな。強い馬に乗らないとわからないことってたくさんあるだろうし。玉も若武者はずっとカヤタが乗ってた馬なんだよな。そういや今思い出したが、玉も若武者ってコラムで戦馬のくせに牝馬みたいなやつって言われてた馬か。武者なのに玉ないし牝馬みたいなのか。これで勝ったら先輩たち総出でやってきそう。多分先輩たちが総出でスクラム組んで囲い込んでくれると思うから安心して学べ横田。井上俊樹ジョッキーがそうだったらしいけど、障害騎士界隈は、障害にも挑戦しようかと思ってて、特地に出そうものなら爆速で囲い込んでくるらしい。先輩に相談しただけで石神がババまで指導しに来て、森一馬が木馬トレで指導に来て、カヤタの理論攻撃聞くことになる。井上俊樹の実は。それが障害サークルの若手囲い込み術だ。障害レースの東西トップ騎士と若手のホープが来るのオールスター感あって好き。とんでもない豪華な布陣で草。障害騎手不足深刻だし、やる気ある子は引き込みたいよな。何かのスレでチームスピカの朝袋のあれって言われてたの好き。スターターきっとすげえ。平場とは別世界だな。期待の新人は何としてでも逃さんという強い意志を感じる。スポニチの記事だと。カヤタに相談、師匠に相談、挑戦、っていう流れらしい。水沼騎手も最初石神騎手相談だったみたいだし、若手が話しかけてきた時点でスタンバイ始める布陣ができてそう。落馬リスクが平地より高いのもそうだし、ちゃんと乗れないと周り巻き込む危険性も高い仕事だもんな。そりゃ囲い込んでみっちり叩き込む。平地に減量騎手の需要があるように、障害にも数人減量騎手スタンバってるとありがたいよなと。3キロ減の水沼乗らなければ牝馬2キロ減を含めても62キロ背負わされるところだった渚見てても思う。障害レース走る騎手ってそんなに少ないの？落馬多い分離脱者も多かったりするからね。今は複数開催でも騎手確保の観点から1箇所でしかレースしてないしね。20何人かいるけど、コンスタントに乗ってるメンバーは20人に満たないし、怪我でいつ離脱するかわからんから母数多いに越したことない。あと半分くらいアラフォー、40代以上だから若手に入ってもらわんと将来的に大変。森くんが若手で頑張ってるけど森の下がなかなか出んな、と思ってたからここ1、2年の若手障害挑戦像はめちゃくちゃ嬉しいです。障害ファンなみかん。障害の人たちいつもイチャイチャ、仲良くしてるイメージある。状況証拠的に石神さん全馬障害重賞制覇おめでとう会としか思えない集団遅刻好き、よくはない。完全にとばっちりのミユピーが入っているのが面白い。鷲津くん結構を得る方だと思うし、いつもうまいと聞いて楽しみだわ。まずはデビュー戦無事完走目指して頑張れ。これでコタが障害騎手最年少になるからね。西の小牧、鷲津、東の井上、水沼。障害の未来は明るい。期待がすごくすごい。あと初っ端から複数頭乗るのね。現リーディング兼元全日本王者からのベタ褒めというなかなかにでかい鳴り物入りで草。鷲津騎手が乗る予定の2頭もきっちり作りましたよ。野菜の生産者コメントみたいでダメだった。障害に誘ったことを、ってことは赤座のムーブしたんか。鷲津、はぁ、俺も何か変わらないとな。カヤタ、コタ。あ、カヤタくん。その障害免許は飾りか。こうですかわかりません。僕には後に続く人間を導く使命がある、って言ってた人が着々とお前も障害に乗らないかお兄さんと化してるな。いいぞもっと芋づる式に引き込め逃がすなよ。西で暗躍する、お前の障害免許は飾りか、お兄さん。ということで東では水沼くんに暗躍してもらおう。逆にデビュー前からずっと障害は中山大障害勝ちたいって言ってる横山優斗が未だに障害に来ないのは何なんだよ。
リュートは平場で確か100勝するまではダメって師匠に止められてたんだっけ。障害騎士たち、100勝派よ、って手ぐすね引いて待ってそうだな。石神おじさんが手をわきわきしながら待ち構えてそう。100勝達成セレモニーの時に後ろに障害騎手勢揃いしてそう。今後この気を見てさらに障害挑戦に興味を示す後輩たちが増えていくといいな。熊ちゃんの引退式でタッケが言ってた、熊沢イズムを受け継ぐ、ってそういう？ああ俺も一皮むけたいなぁ。シュバババ。ババ指導おじさん、木馬トレーニングお兄さん、井上から相談されて先輩招集したお兄さん。鷲津の障害練習指導おじさん、お前も障害騎手にならないかお兄さん、東のロールモデルお兄さん。内部からその障害免許は飾りかお兄さんが生えてきたことで障害レースファンがたけしやルメールにもその障害免許は飾りかしててくさ。鷲津騎手、初めての障害挑戦結果。三着大健闘。ようやっている。障害初騎乗で馬券内は十分素質ある。二戦目で連帯した水沼くんでも驚異的な速さだったから初戦でいきなりはようやりすぎとる。障害に乗り始めて、人生が楽しくなりました。先輩方も期待して親身に指導してくださって、仕事のモチベーションも右肩上がりです。この広告を見ているあなたも障害騎手どうですか？即戦力いつでも大歓迎です。何もこらで足さなくてもベンチャーの求人みたいだな。なんでこうキラキラ系次第の経済学部3年みたいな雰囲気があるのか。朗報、ジャンプレース妖怪、軽眼。その障害免許は飾りかお兄さんこれからも若手にバンバン声かけろ。界隈に引き込め。きっちり仕上げた、の言葉通り若武者の仕上がりすごく良かったぞ。福島は障害コースの難易度が高いってこの前聞いたけど、それでこの結果は将来有望すぎる。これを見た他の若手のチャレンジ精神に火がつくといいな。オラッ先輩もとい妖怪たちは逃がすんじゃねえぞ囲い込め囲い込め。障害騎手はアラフォー世代が多いからいずれ一気に減ってしまう時が来るので若手参入は本当にありがたい。かやたが馬術出身だから飛越の経験や指導ノウハウとかかなり持ってそうでな。実際井上ジョッキーによると飛越技術について感覚じゃなく理論的に説明してくれるらしい。マジで、障害騎手ならいける体重じゃね？と進言した小牧パパに足を向けて寝られんよ。障害挑戦の書の字でも出そうものなら背後の物陰や茂みから先輩障害騎手が退去して押し寄せて、スピカ式の勧誘するの怖すぎてくさ。というかジャンパー増やさないと10年以内に安定不足で色々と積む可能性あるのか。妖怪ジャンパーにならないかお兄さん頑張れ。これは可愛がられますわ。重傷取ったらまた集団遅刻が見れるかもしれない。そのたんびに流れ玉食らうミルピー。